棒にまたがった魔女図像の最初期のもの。マルタン・ルフランの長編史、女性の擁護者の写本より魔女狩りは、魔女とされた被疑者に対する訴追、裁判、刑罰、あるいは法的手続きを経ない、死刑等の一連の迫害を指す。魔術を使ったと疑われるものを裁いたり制裁を加えたりすることは、古代から行われていた。ヨーロッパ中世末の15世紀には、 悪魔と契約して、キリスト教社会の破壊を企む廃教者という新種の魔女の概念が生まれるとともに、最初の大規模な魔女裁判が起こった。そして、初期近代の16世紀後半から17世紀にかけて、魔女熱狂とも、大迫害時代とも呼ばれる魔女裁判の最盛期が到来した。かつて魔女狩りといえば、12世紀以降、キリスト教会の主導によって行われ、 数百万人が犠牲になったと言われていたが、このような見方は1970年代以降の魔女狩りの学術的研究の進展によって修正されている。近世の魔女迫害の主たる原動力は、教会や世俗権力ではなく民衆の側にあり、15世紀から18世紀までに全ヨーロッパで推定4万人から6万人が処刑されたと考えられている。とより、 ウィッチハントという名詞を用いた俗称から日本では魔女狩りと翻訳されるが犠牲者は女性のみならずセーラム魔女裁判やベランダンティ弾圧に代表されるように男性も多数含まれていた古代以来何らかの超自然的な手段で他者を害することのできる人がいると信じられていたヨーロッパにおいてこの信仰はラテン語でマレフィキウムと呼ばれる 外訳魔術の概念につながってゆく。ギリシア語のパルマコンは、医薬と毒薬という両義性を持つ言葉で、これから古代ギリシアで妖術に相当するパルマケアという言葉が派生した。イオニアの古代としてオースで、毒ないし誌屋敷まじないで人や国家に危害を加える、物はしすべしという禁令があったことを示す資料があり、他の都市にも同様の掟があったと考えられる。 古代ローマでは、いかなる魔術も、犯罪として、処罰の対象であった。共和制ローマ最初期の成分法、十二標法では、超自然的な方法で他人の畑作物を自分のものにする行為などに対する刑罰が、規定されていた。リウィウスのローマ建国史によると、薬病で、多数の死者が出た前331年に、170人が、 ベネフィキウムの権威をかけられて処刑された。さらに、全2世紀には、妖術の角で数千人規模の人々が処刑される、事件が数回起こったという、社会不安の高まりがパニックを引き起こしたことや、拷問の横行など、後のヨーロッパの魔女狩りと同様の特徴が見られる。中世ヨーロッパでも、暴力や窃盗と並んで、呪術によって出た害も裁きの対象となっていたが、 世俗的な犯罪としての妖術には特別重い刑が課されるというわけでなく他の犯罪と同じように被害に応じた刑が課せられていた。また同じ呪術でも良い目的に用いられると考えられたもの、いわゆる白魔術は一般的に良いものとみなされていた。中世ヨーロッパの各地では刑事裁判も民事裁判と同様に告発的訴訟手続きを 通じて行われており、原告と被告の当事者が対等の立場で争い、地元の有力者が三新人として、監修法に基づいて、判決を提案するという形式が取られていた。告訴する側が、被告の有罪を証明して裁判官に認めさせることに失敗すると、告発者の方が罰を受けなければならなかった。被告の無罪を証明する方法として、 審判や決闘が行われることもあった。記録に残る中世の妖術裁判の事例が少ないのは、そのような訴訟手続きでは、妖術師を裁くことが困難であったためではないか、とノーマンコーンは論じている。一方、中世の民衆が行った妖術師に対する死刑については、年代紀等に様々な事例が記録されている。かつて、 魔女狩りといえば、中世ヨーロッパにおいて12世紀の語り派の弾圧や、テンプル騎士団への迫害以降に、ローマ教皇庁の主導によって異端審問が活発化し、それに伴って教会の主導による魔女狩りが盛んに行われるようになり、数百万人が犠牲になったなどと語られることが多かった。しかし1970年代以降、様々な研究によって、 このようなステレオタイプな見方は覆されることになった。ノーマン・コーンとリチャード・キーク・ヘファーは、それぞれ独自に、それまで14世紀前半の南仏で大規模な魔女迫害が起こったと言われていたのは、実は19世紀の小説から元ランゴンの空想の産物を歴史家が真に受けたものに過ぎないということを明らかにした。実際には記録に残っている。 最初の大規模な魔女裁判が起こったのは中世も終わりに近づいた15世紀前半のことであった。一旦の追求は行っていても、呪術の問題は管轄外であった。異端審問官が魔女狩りとか代わりを持つようになるのは15世紀に入ってからのことである。中世のカトリック教会においては、戦術や呪術は取り除くべき迷信とされたが、13から14世紀の 異端審問官が民衆の事実的行為に積極的に介入することはなかった。教皇アレクサンデル4世は1258年に異端審問官が戦術や呪術の権を扱うのはそれが異端であることが明らかな場合に限ると定めた。また15世紀の初期の魔女裁判においても審問を行ったのは必ずしも異端審問官ではなく司教裁判所や 世俗裁判所が、旧文主義的な裁判手続きをもって執行する場合もあった。ヨーロッパ大陸では、中世から続く当事者主義的な訴訟手続きは、主直が職権として、訴訟を開始し、判決までを取り仕切る旧文主義的な訴訟手続きにとって代わられた。教会法廷の扱う、魔女裁判はやがて減少し、魔女裁判の最盛期には、 世俗法廷で行われるものが大半となった。この時代、ドイツの一部の村では委員会という組織が結成され、住民を代表して魔女を告発するだけでなく、証人を尋問したり、両方裁判所に圧力をかけるなどして魔女迫害を推進した。イングランドでは国王の任命した職業的裁判官が各地方の巡回裁判所で魔女裁判を行った。 12世紀に始まった異端審問が本格的に魔女を裁くようになったのは15世紀に入ってからであるが、それはワルドーハが迫害を逃れて潜伏していたアルプス西部地方で始められた。ノーマンコーンによれば記録に残るものでは1428年にスイス、バレー州の異端審問書が魔女の剣を扱ったものが最古であるという。もともとこの地方の異端審問所は、 バルドー派の追求を主に言っていたため、やがて異端の集会のイメージが、魔女の集会のイメージへと変容していくことになる。悪魔を崇拝する、あるいは聖なる物品を侮辱する、子供を捕らえて食べるといった魔女の集会の持つイメージは、かつて異端の集会で行われていたとされたもの、そのままであった。孤独で、社会的に阻害された魔女というイメージは、当時の人々の潜入味にあったものではなく、 後に生まれた伝承やグリム童話によるものである。また、魔女の概念は、当時のヨーロッパを覆っていた反ユダヤ勘情とも、結びつき、子供を捕まえて食べる鍵花の人物という魔女像が作られていった。魔女の集会が、ユダヤ人にとって暗息日を意味する、サバトという名称で呼ばれるようになるのも、反ユダヤ勘情の産物である。このように人々の間に、 共通の魔女のイメージが完成したのが15世紀のことであった。魔女に与える鉄追大扉15世紀に入ると、魔女と妖術に関する書物が一種のブームとなる。例えば、ニコラージャ系の異端の魔女の無知や、ウルリヒモリトールの魔女と女予言者についてなどがあり、特に有名なものとして、ドミニコ界の異端新問館であった、ハインリヒ・クラウマーによって書かれた魔女に与える鉄槌》がある。 魔女狩りに対しては当時から多くの反対意見があったが、その中で特に大きな影響を与えたのがヨーハンバイヤーであった。五百六十三年に悪霊の言惑についてを発表し、魔女に与える鉄追を全く根拠も信仰もないと非難している。その一方で厄介な悪魔に誘惑された行為交換の人々に対する魔からの同情心が執筆の動機であるとして、 魔女狩りは悪魔の誘惑によるものであり責任は悪魔にあるとの説を展開し、これまで魔女裁判を行った者への配慮も怠らなかった。同書は大きな反響を呼び、多くの地方において魔女裁判が寛大かつ慎重に行われるようになり、魔女だとされた者が同書の論理で弁明をすることもあった。第三版の観光時にバイヤーは皇帝フェルギナント一斉に、 不当な魔女裁判の助長を差し押さえる特権を、請願し、認められている。しかしながら、次第に魔女狩りを行う地方が増加していき、バイヤーが、悪霊の言惑についてを執筆した地においても1581年には、水心と拷問が復活している。魔女狩りの最盛期は16世紀から17世紀で、あったが、17世紀末になって、急速に衰退していく。 なぜ魔女狩りが衰退したのかということについては、様々な説があるが、どれも決め手に書く嫌いがある。例えば17世紀は、ガリレオ・ガリレイ、ルネ・デカルト、あるいはアイザック・ニュートンなど、近代的な知性の持ち主たちが、次々と登場し、出版物によって、人々の意識を変えた時代であったため、全近代的な魔女狩りが、一気に衰退したという説明がされることがある。 しかしこのような見方はあくまで現代人の見方である。印刷術が普及したといってもメディアの発達していない、当時の社会では、ある思想が階級や国境を越えて普及するのには、長い時間が必要であり、ニュートンが錬金術に夢中であったことからわかるように、当時の先端を行く科学者たちですら、全近代的な思考様式から脱していなかったことを、理解する必要がある。ただ、 17世紀末期になると知識階級の魔女感が変化し裁判も極刑を課さない傾向が強まったことカトリック・プロテスタントともに個人の特定の行為の責任は悪魔などの超自然の力でなく悪魔でも個人にあるという概念が生まれてきたことは確かなことである依然として一般庶民の間では魔女や妖術への恐怖があって魔女の告発が行われても 肝心の裁判を担当する知識階級の考え方が変化して、無罪方面というケースが増えたことで、魔女裁判そのものが機能しなくなっていった。イングランドで1624年に制定された魔女対策法が廃止されたのは1736年で、あり、最後の40年間はこの法律によって死刑となった者はいなかった。しかしながら、 これを引き継いだ1735年妙術行為禁止令は1951年に詐欺的令和行為禁止令にとって変わられるまで存続し1944年にヘレン・ダンカムが最後の交流者となった。この逮捕は彼女によってノルマンディ上陸作戦の計画が露見するかもしれないことを恐れた軍情報部の要請によるものとも言われている。 1735年妖日行議禁止令は1983年までアイルランドで施行され続けた。パレスチナを委任統治していたイギリスの法制度を導入したイスラエルでは現在でも施行され続けている。詳細は EN ・ウィッチクラフトアクト1735アクトを参照。魔女の家系魔女狩りの根拠とされたのは旧約聖書。 デイエジプト期22章18節の女呪術師を生かしておいてはならないという記述である。ここで言う女呪術師、言語、メファシェファとは、魔法をかける、魅惑するという意味の動式シェフと語根を同じくする女性名詞である。この、魔術を行う女性というほどの曖昧な表現が、ブルガータでは、妖術師、近帝約聖書では、魔女という言葉に訳され、 当時の人々のイメージに合わせて書き換えられた。このため、この部分が魔女狩りの聖書における根拠になりうると考えられた。魔女として訴えられた者には、町や村、もしくはその近郊に住む女性で、貧しく教養がない、あるいは友人が少ないといった特徴を持つものが多かったようである。近代に入ってもカトリックプロテスタントを問わず、宗教界の権威者たちは、 ヒキリスト教的な思想を嫌った。それは、旧約聖書にある、ヘブライ人たちの多神論への攻撃にその論拠を求めたものであった。裁判において訴えられた者が魔女であるか否かは、取り調べによって明らかにされた。取り調べでは、拷問が用いられることもあり、最も残酷なものとしては厚い釘を刺したり、指を締め上げたりといった恐ろしい方法も用いられた。ただ、 このような拷問が全員に対して行われたわけでなく、拷問の使用の是非は地域や取調べ官の性格によっていた。例えば、新京都革命の時代にイギリス東部で魔女狩り将軍を名乗ったマシューホップキンスのある人物がいた。彼は魔女とおぼしき人物を探し出し、体にある魔女の印を見つけては魔女であることを確定していた。ホップキンスは、 魔女狩りの歴史において最悪の魔女発見人の一人であるが、彼の取り調べた件であっても、訴えられた人がすべて魔女とされたわけではなく、無罪方面になったケースも多かったことが明らかになっている。ただ、このホップキンスの魔女に対する取り調べでは、残酷な拷問が用いられたり、魔女であることの証明を得るため、拷問によって本人の自白を得るか、縮みや隣人に、 証言させるという方法を用いたことが知られている。処刑法としては、ヨーロッパ大陸では、噴刑が多く見られたが、イギリスでは、公式刑が主流であった。他にも、歴史刑などがあった。拷問の歴史の中で、ジョージ・ライリー・スコットによると、魔女の疑いをかけられた者に対しての取り調べや、拷問は、通常の異端者や犯罪者以上に、 過酷なものでなければならないという通念がはびこっており、それだけでなく、魔女に対する取り調べのために新しく考案された拷問もあったという。魔女狩りはかつて長期にわたって全ヨーロッパで見られた現象と考えられていたが、現代では時期と地域によって魔女狩りへの熱意に大きな幅があったことがわかっている。全体として言えることは、魔女狩りが起きた地域は、 カトリック・プロテスタントといった宗派を問わないということであり、強力な統治者が安定した統治を行う大規模な療法では激化せず、少療法ほど激しい魔女狩りが行われていたということである。その理由としては、少療法の支配者ほど社会不安に対する心理的体制が弱く、魔女狩りを求める民衆の声に動かされてしまったことが考えられる。 時期を見ると16世紀後半から17世紀、さらに限定すると、中央ヨーロッパでは1590年代、1630年頃、1660年代などが魔女狩りのピークであり、それ以外の時期にはそれほどひどい魔女狩りは見られなかった。地域別に見るとフランスは同じ国内でも地域によって差があった。ドイツでは両方との君主の考えいかんで魔女狩りの様相に、 違いがあった。イタリア、ベネツィアでは裁判は多かったが、鞭打ちで釈放され処刑はほとんどなかった。スウェーデンでは強力な王権の下で裁判手続きが厳守されており、30年戦争期には占領したドイツ領法で魔女狩りを抑止していたが、17世紀中頃より大規模な魔女狩りが発生している。スペインでは異端審問が行われていたが、これが 魔女狩りに発展することはなかった。オランダでは1610年を最後に魔女が裁判にかけられていない。ポーランド、少し遅れて18世紀のハンガリーでは激しい魔女狩りが起こった。イングランドでは1590年代がピークであったが、すぐに衰退した。対照的にイングランドに隣接し1717 17年以降、 同訓連合を形成していたスコットランドでは1590年代から1660年代と長きにわたっており、一方アイルランドではほとんど見られなかった。北アメリカの植民地ではあまり見られなかったが、1692年にニューイングランドのセーラムで起こった大規模な魔女騒動が例外的な事件であった。それゆえに人々に衝撃を与え、アメリカの歴史に暗い影を落とした。 同時に、魔女狩りの当事者による公的な謝罪が行われた唯一の事件でもあった。魔女狩りの犠牲者に関しての最も極端な説は、18世紀の歴史家ゴッドフリート・クリスティアン・フォイクトの用いた算出方法に基づく900万人である。これはあまりに極端であるとしても、かつて魔女狩りについて犠牲者数が数十万人から数百万人と見積もられていた時代もあった。 しかし近年行われている一次資料からの推計に基づいた1428年から1782年までの魔女裁判による全ヨーロッパの処刑者数は、ボルフガング・ベーリンガー、ロビン・ブリックス、ロナルド・ハットンといった研究者らがおのおの提示している、推定値を協約すると最大4万人となる。なお、地域共同体内での死刑にあった者の,の数を知ることは全く不可能なため、 この犠牲者の数には含まれない。1782年にスイスで行われた裁判と処刑がヨーロッパにおける最後の魔女裁判であるとされる。19世紀以降、歴史家たちは魔女狩りの理由について多くの説を提示した。金銭目当て説ドイツの歴史家、ビルヘルム・ゾルダンは19世紀末に権力者や教会関係者の金銭欲が 魔女狩りの契機になっていたということを示唆し、それに続く歴史家もこの見方を信じていた時期があった。しかし、外資て被告の多くは貧しい人々であり、告発者も通常は利益を得ることができなかった。多額の魔女裁判費用を賄うために、被告の財産を没収する地域もあれば、財産没収を行わない両方もあった。17世紀に活動したケルン選定工領の魔女派遣委員。 フランツ・ブイルマンは、中立的な学識放送を自称する助言者として、魔女裁判を取り仕切り、時には拷問中に亡くなった裕福な女性の財産を、せしめることもあったが、これは特殊な事例である。異教説エジプト研究家、民族学者のマーガレット・マリーは、異端新聞官らに、悪魔の代理と見られた魔女たちは、実は、キリスト教よりも、 古い神ディアノスを崇拝していたのだという説を1920年代から提唱した。その説によれば、ディアノス崇拝こそが中世ヨーロッパに定留していた有力な宗教であり、表層のキリスト教信仰に対する強敵であった。そして、宗教改革期にキリスト教支配が民衆に浸透した結果、キリスト教の敵である魔女に対する迫害が可能になったというのである。 マリーの説のように古来の法上崇拝が異教的伝統として生き残っていたという見解は、後にはカルロ・ギンズブルグなどの研究でも示唆されている。しかし当時の人々の中に明確な異教信仰があったという証拠はなく、ギンズブルグらの利用した資料の情報提供者である農民たちも第一義的にはキリスト教徒であった。女性医療師弾圧説19世紀のフランスの歴史家。 ジュール・ミシュレの創造した魔女像には古くからの民衆の医者という側面がある。カトリック教会は医学を学んだことのない女性治療師を魔女として有罪宣告したのだとミシュレは述べた。アメリカのフェミニスト研究者バーバラ・エーレン・ライクとディアドリー・イングリッシュは魔女とされた人々は女性医療師たちであり、魔女の集会とは女性医療師たちによる 情報交換の場であったと考え、魔女狩りとは、世俗権力や、教会の指導者たる男性たちによる、女性医療士への大規模な弾圧であったと主張した。しかし、この理論ではなぜ農民自身が魔女狩りを推し進めたのか、魔女狩りの被告となった、少なからぬ数の男性たちがいた事実を、どう説明するのかなど、理論としての正確さに欠けている。そのため、これらの説は、 現代の研究者たちには受け入れられていない。最下反応説20世紀に魔女狩りが戦争や天災に対する庶民の怒りのスケープゴートであり、ペストや戦争などの最下が起こっていた時期と地域が魔女狩りの活発さと関連していると主張する説が現れた。しかし実際には30年戦争のピーク時には魔女狩りが沈静化しているなど、 最下と魔女狩りにはっきりとしたつながりは見られない。宗派的各区説イギリスの歴史家、ヒュートレバー・ローパーらは、魔女狩りは、カトリックとプロテスタントの宗派観光層の道具であったと主張した。カトリック優位の地域では、プロテスタント市民が、逆に、プロテスタント優位の地域では、カトリック市民が、それぞれ魔女として迫害されたということである。しかし、 この説も対立する宗派の人間がほとんどいなかったイングランドのエセックス州、スイスのジュネーブ、イタリアのベネツヤ、スペインとフランスにまたがるバスク地方などにおいて激しい魔女狩りが行われ、逆にカトリックとプロテスタントが激しく争ったアイルランドやオランダなどで魔女狩りがほとんどなかったことを説明できない。フェミニストの主張魔女狩りという言葉は1970年代。 アメリカでフェミニストの研究者たちによって、キリスト教誕生以降起こったすべての女性への迫害を指す言葉として用いられるようになり、その犠牲者数は19世紀に女性の権利を訴えていた、除述家マティルダ・ジョスリン・ゲージが述べた900万人とした。なお、W ・ベイリンガーによるとこの犠牲者数は19世紀の教会史家グスタフ・ロスコフの 悪魔の歴史で900万人と発表され、その数字が当時のプロテスタントの著述からに授与されたものである。そして、さらに訴求するとその数字は18世紀の学者、ゴッドフリート・クリスティアン・フォイクトの用いた推計方法に基づいているということが1990年代に判明している。魔女狩りは時に女性へのホロコーストという言い方をすることもある。しかし、 現代の研究者たちは、女性に対する敵視が、魔女狩りの原動力の一つであったことは否定しない。一方で、例えば、アイスランドでは、裁判を受けた者の,の80%が、男性であったように、魔女裁判の被告が、必ずしも、女性だけでなかったということも、明らかにしている。社会制御手段説ラーナーと JH エリオット、ロベール・ミュシャンブレッドは、 魔女狩りは、権力者が弱者に対する支配を拡大強化のために使ったとする社会制御手段説を主張した。この理論は、最もだと思われる点がある一方で、権力者が白魔術に対して寛容であったのはなぜか、あるいはなぜ教会や世俗権力が、中央集権化した中世世紀に魔女と魔術を放置しており、近世初期になって、 突如魔女狩りが始まったのかを説明できない、権力者を一概に悪に決めつけているなどの批判がある。固く信じられていた魔女の存在、デルカンブルは、ロレーヌの魔女裁判における、裁判官と被疑者の心理について研究した。この研究によれば、裁判官は、高潔な人々であり、被疑者が心の平安を得ることを真剣に望んでいた。また被疑者たちの中にも、 自らは魔女であり心から自分が有罪だと信じている者もいた。このように魔女の存在が固く信じられていたことは裁判の進行に重要な役割を果たした。こうした特徴はドイツ、イタリア、スペインの魔女裁判でも示された。立法者や裁判官を含む多くの人々が魔女の存在を固く信じていたから近世ヨーロッパの法廷で魔女が有罪とされたと ジェフリス・カールとジョン・カローは結論付けている。国家の刑罰権に対する、デュープロセス・オブ、ローや財政法廷主義は、中世の魔女裁判や残虐刑などの繰り返しに、対する民衆の戦いを通じてまとめ上げられてきた、と法学者の隅野隆則は述べている。デュープロセス・オブ、ローや財政法廷主義などの人身の自由の原則は、バージニア権利商店やフランス人権宣言、 アメリカ合衆国憲法修正条項などに定められ、近代憲法の原則となった。アジア、アフリカ、オセアニアの一部で現代でも、妖術や精霊の存在、シャーマニズムが信じられており、一部のボートによって、死刑という形で魔女狩りが行われている。インドでは2008年3月頃に、テレビで農村部の魔女狩りの様子が放映され、 女性を暴行したとして6人が逮捕された。2013年、オリッサ州では、魔女狩りを抑止するために魔術を理由にした中傷や嫌がらせに対し、最高禁錮3年の刑を課す法律が制定されたが、被害は後を絶たない。2016年、インド東部の農村地帯を中心に魔術を使ったとして殺害された被害者は134人に上った。ネパールでは、 村のシャーマンに魔女の疑いをかけられリンチされる事件が発生しており、政府が魔女仮対策法により、罰則を強化するなど対策を進めている。一方で、ネパールで最下層民とされるダリットは救済されないことも多い。ナイジェリアでは魔女の疑いがかけられた子供たちが魔女ではないとして、抗議活動を行っている。ガンビアでは魔女の疑いがかけられ1000人ほどが拘束され、 ヤヒアジャメ大統領自身が魔女狩りへの関与をしているとアムネスティ・インターナショナルから報告されている。タンザニアでは不妊や貧困、商売の失敗、飢え、地震などの災悪は魔女の仕業という迷信が根強く残っている。魔女狩りと称した女性殺しが横行しており、現地の人権団体、法的権利と人権センターは毎年500人が魔女狩りにあっており、 2005から11年の間に約3000人が殺害されたと報告している。サウジアラビアでは21世紀の現在も合法的に魔女狩りが行われており、イスラム宗教省の魔法部で魔法使いに魔法をかけられた場合にどうしたらよいか、電話相談を受け付けている。公的機関が本気で実施しており、相談内容に信憑性がある場合には、実際に調査、逮捕、起訴が行われ、 実際に魔女とされる人物が死刑執行されている。また、魔女の摘発は宗教警察である完全懲悪委員会が行っている。サウジアラビアの法律では直接的に魔術の使用を犯罪として定義した法律そのものはないが人間が魔法などの超自然的な力を持つと主張したり信じることはアラーへの冒徳であるとされており、アラーへの冒徳には 死刑が適用される。魔法が死刑適用もあり得る重罪ではあるが、現在でも、地方では土着信仰の魔術を行う人物がいて、年に数件は摘発されている。サウジアラビアの裁判制度は2009年現在でも、政教一体のイスラム法に基づく宗教裁判であり、イスラム教はハーブ派の信仰に対する異端審問としての性格を持っている。 実際に2005年5月に魔術を使用した霊媒師の女性に死刑が執行されている。ヒューマンライツウォッチは魔女への死刑撤回を求めている。2009年11月9日にもレバノンの霊能力者が死刑判決を受けている。パプアニューギニアのマウントハーゲンでは2013年2月に20歳の女性が魔術で息子を殺したとしてボートに焼き殺される事件があった。 現地の警察も多数のボートを制止できず、惨撃を防げなかった。演歌集などの山岳一揆には、魔女狩りなどの習慣はなかったが、2010年代の環境の変化は、黒魔術の仕業と考える住民も多く、数年間に少なくとも20件の殺人と、数十件の襲撃事件が発生している。あるコミュニティ間で、思想的偏見に基づいて行われる、球団、 排除行為のことを魔女狩りと引入することがある。例えば1950年代のアメリカ合衆国で吹き荒れたマッカーシズムの嵐や1960年から1970年代中華人民共和国で約2000万人が虐殺された文化大革命での騒動もこの意味での魔女狩りになる。吊るし上げや総括と似た意味を持つがより 理不尽さの面を強調するときに用いることが多い。また、現代日本における、冤罪事件では、警察官が被害者の証言、または、自らの推理を過信し、自白重視の姿勢から拷問まがいの過酷、または、違法な取り調べを行った結果、精神的に追い詰められた無実の被疑者が、虚偽の自白をするという事例が数多く明らかになっている。このことをおやして、 魔女狩り、魔女裁判ということもある。また、近年では、FPS ゲームなどの e スポーツにおいて、チート疑惑があるプレイヤーを、とりあえず通報し、アカウントを一時無効にさせるような行為もウィッチハファントと呼ばれることがある。ありがとうございます。